皆さん、こんにちは。米大統領選挙で不正が次々と明らかになっておりますが、今注目を集めているのがドミニオン社の投票集計システム。このシステムによってバイデン側の票が自動的に増えていたという話が話題になっています。そしてそのシステムのサーバーには別の国の関与があったようです。ドミニオン社のサーバーに中国とイランが接続、元米軍情報分析官、元軍事情報分析官のデジタル鑑識分析によると、ドミニオン社のサーバーはイランや中国のようなならず者国家によってアクセス可能であり、確実にアクセスされていた明白な証拠があるという。バウエル弁護士は25日、ミシガン州のグレッチェン・ホイットマー知事、ジョセリン・ベンソン州務長官およびミシガン州選挙管理委員会を相手取り訴訟を起こした。訴状の一部は第305軍事情報部の元電子情報分析官の宣誓供述書を引用し、ドミニオン社のソフトウェアは中国とイランのエージェントによってアクセスされ、選挙を監視操作されたと主張している。バーエル弁護士がジョージア州で提出した別の訴状では、この主張をさらに拡大し、敵対国とつながりのあるサーバーや従業員、そしてリークされた多数の容易に発見可能な ID と組み合わせることによって、ドミニオン社は不注意に敵対国にデータへのアクセスを許可し、意図的に自社インフラへのアクセスを提供し、選挙の監視操作を許したと主張している。同分析官は自身について、世界有数の選挙専門家たちのために仕事したことがあり、ホワイトハッカーとして幅広く経験を積んできたと紹介した。今回の不正について、ドミニオン社のネットワークノードをスキャンし、外国との多くの相互関係を発見したと述べた。中には中国湖南省からのドミニオン社のサーバーへのアクセスも含まれている。別の鑑識結果では、イランの IP アドレスへのリンクが確認され、これらのスキャン結果は敵対国の諜報員が米国の有権者リストにアクセスしていたことを示しており、アクセスは最近行われたと結論付けられるという。同分析官によると、今回の調査結果はドミニオン社が基本的なサイバーセキュリティを提供することにおいて完全に失敗したことを示している。これは技術的な問題ではなく、むしろ管理と基本的なセキュリティの問題である。もし修正されなければ、米国内外の将来の選挙は安全ではなくなり、国民はその結果に信頼を持てなくなるだろうと同分析官は結論付けた。ドミニオン社はパウエル弁護士がミシガン州で訴訟を提出した25日に声明を発表し、ここ数日同社と同社の投票システムに対する根拠のない申し立てがあったと述べた。同社はさらに、ドミニオン投票システムはネットワーク接続に依存しない閉鎖的なシステムとして設計され、米国政府による認証を得ている。ドミニオンの集計機には USB または他のメモリポートは付いていないと付け加えた。この声明はパウエル弁護士が訴訟で数十万の違法、不適格、重複、または全く架空の投票が大規模な選挙不正によって可能になったと主張した後に出された。同訴訟では、ミシガン州選挙管理委員会が使用していたドミニオン社の選挙用ソフトウェアとハードウェアが不正行為を助長したと主張している。ドミニオン社のシステムはスマートマティック、後に米国でセットイヤー社となったが設計したソフトウェアに依頼すると訴状には書かれている。ドミニオン社はスマートマティックとは財務的にも組織的にも関係がないとしつつも、以前スマートマティックが所有していた会社から資産を購入したことがあると述べた。ドミニオン社のスマートマティックも外国政府との関係を否定している。記事は以上です。今回の大統領選は様々な不正があったとされていますが、日本のマスコミが一切報道しないのには本当に驚いています。民主主義の国であるアメリカで大々的な不正選挙があったというのも驚きですが、これからたくさんの真実が明らかになるでしょう。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。